HD217107 は、魚座の方角に、地球から約65光年の距離にある黄色、準拠星である。質量は、太陽質量とほぼ同じであるが、かなり古い。二つの惑星を持つことが知られており、一つは恒星に、極端に近い軌道を7日間の周期、もう一つはもっと遠い距離を約8年間の周期で好転している。 HD217107 はかなり太陽に、近く、引っ張るコスによる観測では、視差は50.71ミリ秒であり、これは65光年に相当する。視等級は6.17で、良い条件下で、かろうじてラガンで見える程度である。天体分光学による観測はスペクトル型 G7、または G8 を示し、これは約5000系となる。質量は、 太陽とほぼ同じと考えられるが、46億歳の太陽よりもかなり古い77億歳であり、核融合反応により核にある水素をほぼ使い果たして主系列性から進化し始める段階であると推定されている。HD217107 の視線速度の研究は1998年に行われ、視線方向の速度が7.1日間周期で、 変化していることが明らかとなった。周期と変化の幅は、加減質量が木星質量よりも若干重い惑星が周囲を好転していることを示していた。この惑星は HD217107B と名付けられた。軌道周期が10日間より短いほとんどの惑星はほぼ円形の軌道であるが、HD217107B は若干扁平な軌道を持っており、 発見者は、これは、数天文単位の軌道を公転する2番目の惑星の重力の影響であると仮説を立てた。2005年に2番目の惑星が発見され、恒星の視線速度の長期間の観測により、半径4.3天文単位の非常に扁平な軌道を持つ最低で、木星質量の2倍の惑星による約8年間の周期を明らかにした。 この2番目の惑星は HD217107C と名付けられた。ありがとうございます。